天狗竹は、原竹目天狗竹か天狗竹属のキノコである。毒キノコ。天狗竹の別名にヒョウ竹、ハエトリ竹がある。肺褐色の傘には、広がった際に、壺がちぎれてできた白色のイボがある。柄は、白色で唾がついている。新葉樹林の赤松林、東非林、紅葉樹林の小良林、クヌギ林などで夏から秋に普通に見られる。 本種は有毒で、食べると、下痢や音、幻覚などの症状を引き起こし、最悪の場合、意識不明に至ることもある。毒の成分は、イボテン酸で、旨味成分でもある。また、この成分は、殺廃作用もあり、同じ成分を含むベニテングタケよりも強い毒を持つ。殺廃作用からハエトリタケの別名がついた。ヒョウ竹は、種名パンサランナ、ヒョウノに由来するが、 久子竹と思っていた人が多く、河村誠一は新州で行った講演会で質疑応答の際、教科書の氷竹とはどんな毒竹か、氷炭のような形なのかと問われた思い出を現職日本金類図鑑に記している。日本で最も知名度の高い毒キノコであるが、誤食による中毒は発生している。なお天狗竹に告示し、 よりはっきりした、イボ状の膜の破片を持つキノコがあり、イボ天狗竹という名はあったが、同一種とされていた。イボ天さんはこの時代に名付けられた。近年、イボ天狗竹は独立した別種となった。天狗竹の養金横浜市青葉区、2014年10月産のイボ、横浜市青葉区、2014年10月生勤の柄横浜市青葉区、2014年10月イボが一部、 取れた答え川崎市安奥2014年9月。ありがとうございます。